はい、では新しく乗ることになった GPX レジェンド 150S の紹介をしていきたいと思います。サイズ感はだいたい FZ25 に近いですね。つまり 250cc クラスの車格があるっていう感じですかね。動画バッタってね、非力であることには間違いないので、まあ、そういうエンジンで6段ミッションというのはありがたいですね。ちょっと謎なのが馬力ですね。一応カタログというかね、ウェブで見ると8000rpm で最大馬力が発生すると、うん、でその時の、馬力が 9.15、まあ、約 9ps ってなってるんですけど、このバイクに付属している説明書を見ると7500rpm の 8.5kW になってるんですね。 8.5kW ってことは、まあ、11.6 約 12ps だと思うんですよ。でしかも7500って500回転あのウェブで公表されている数字よりも低い回転数で発生しているってことなんですよね。ポップスの時もそうだったんですけど、タイのねこういう公表している数字って結構いい加減ですよね。うん、乗った感じね、これがね10馬力を下回ってるようには感じないので、僕はこれは 8.5kW の7500っていうのが正確な数字かなと思ってます。でトルクの方もね、ウェブでは 1.01 で 8000rpm っていう公表のされ方なんですけど、これももうちょっとあるんじゃないかなという気がして、しかもトルクの発生回転ももうちょっと低いんじゃないかなって気がしています。まあだからサイズ感とか正確に出てる数字以外のこう馬力とかね出力特性に関してはあくまでも大雑把な数字なんだということで参考程度になさってください。はい、ここからはちょっと謎仕様なんですけど、後ろのステップが畳めるのはわかる。これなぜかね、運転席側のステップも畳めるんですよ。でキックがあればこれがね畳めることによってキックができるんだっていう、まあポップスは実際あのキック付きなんですけど、これキャブ車であるにもかかわらず、まあキックはもちろんついてないっていうね、でもステップは畳める、これ謎仕様ですよね。もう一つの謎仕様がこのライトのポジションランプオンオフですね。これをオンオフするとポジションランプ、メーターのランプで、リアのナンバーのランプがオンオフするんですけど、日本は常時点灯ということになってるんで、これいらない仕様なんですよね。なぜかこれがついたまんま。まあ、タイの本国で、なぜかこれは必要なんでしょうね。うん。だから、これがついてるってことです。だから、うっかり触って、オフにして走ってると、おまわりさんに怒られちゃうんで、まあ、これはね、触らないように、まあ、というか、これ、埋めちゃっていいんじゃないの？このスイッチっていう気はします。メーターはシンプルな1メーターなんだけど、アナログとデジタルが同居してて、見やすいし、ものすごくかっこいいですね。でタコメーターの部分は針っていうのが、まだちょっとこれがね、非常にそそられるものがありますよ。うん。で、ありがたいことにポジションインジケーターもついてて、ミッションが何速に入ってるかっていうのも表示されます。ガソリンの残量がね、わかるようになってるんですよ。あ、これもちょっと謎仕様なんですけど、ガソリンの残量わかるのに、コックのところがオンオフだけじゃなくって、リザーブまでついてるっていう、これちょっと謎仕様ですよね。一般的なバイクの場合、このアクセルの根元の部分にキルスイッチがあると思うんですが、このレジェンド 150S の場合は、ここにハザードスイッチがついています。ハザードって別に必須だとは思わないんですけど、あれば嬉しい機能であるのは間違いないですね。これも GPX の特徴だと思うんですけど、パッシングのランプが別途でついてます。まあ僕は廃炉の切り替えで基本パッシングはするので、使わないとは思うんです。ポップスも使ってないんですけど、まあ、あればあったで便利なのかな。どうなんだろう。FZ25 なんかはね、センタースタンド外しちゃう人もいたみたいなんですけど、レジェンド150は無骨な感じなので、センタースタンドがあっても格好悪くはないと思うんですよ。で、このセンタースタンドはね、非常に立てにくいです。センタースタンドってね、踏みつけて後ろに引っ張りながら持ち上げるっていう感じで、割とね力入れないで普通は立つんですけど、これは結構どっこ一緒ですよ。肝心のねキャブ車である特徴なんですけど、このチョークがあるということですね。バタフライの位置を、
3段階に固定できます。前撇、半回、前回という感じですね。キャブ車なのでね、乗る前の気温でどれぐらいこのチョークを締めておくのか、その状態でどれぐらいエンジンを回しておくのか、まあもしくはその半回にするのか前撇にするのか、そういった作業がね楽しいなんて思ったら、もうあなたもキャブ車の虜です。僕はもう素直に懐かしいっていう気持ちになりますね。ガソリンキャップは昔懐かしいタイプですね。一応キーシリンダーの保護カバーはついてます。でキーを挿して回して開けると、パッキンの圧力で止まってるだけなので、ここが劣化しないか日頃からチェックが必要かもしれないです。170半ばで体重は60後半のおっさんが乗るとこんな感じです。足つきはね、もうほんとべったり膝が曲がるぐらいつきますので、女の子でもまあ足つきの心配はいらないんじゃないかなと思います。僕はこういった空冷単気筒のシンプルなエンジンが好きなんですよ。まあ、最悪自分でもある程度メンテナンスができると、これぐらい、シンプルなものをまあ空いた時間にちょこちょこいじると、でしかもこのねどこどこいう鼓動感がいいじゃないですか。このバイクは決してオフ車ではないんですけど、スクランブラーっていう感じのねデザインなので、こういう荒れた道走っても面白いですよね。タイヤもブロックタイヤ履かせても面白いんじゃないかなと思います。この GPX レジェンド 150S をまあ試乗したっていうね Vlog、 元ブログ関係なんかはあんまりないんですよね。だから情報を集めるために僕はタイの動画を漁ってました。このバイクを買うときにお店の人に言われたんですけど、僕はあの FZ25 につけてたハリケーンのコンドルね、あれをつけようかなって思ってたんですよ、思ってたんですけど、これはねそういう絞ったハンドルにすると怖いかもしれないよっていうことを言われて、でやめたんですよ。とりあえずねノーマルのまんまでいいかなということで、うん、これで今乗ってるわけなんですけど、まあ、結果としてこれはねそれで正解だったですね。例えばこういった道で U ターンしようと、まあそういう時にフルロックをすることになるんですけど、おそらくコンドルでもちょっと角度を上げてやればタンクには当たらないとは思うんですが、こう絞ってる分だけ体にね腕がくっついちゃうわけですよ。そうすると体勢が無理になるかなと。なんでそうなってしまうかというと、このタンクの低さで椅子の位置っていうことを考えると、割とねライディングポジションが近いんですよね。まあスタンディングでやるとか尻を後ろに引いてやるとしても、やっぱりちょっとね脇が詰まりすぎるかなと。まあその場合、このバーハンドルの方がやりやすいのかと、このバイクの場合は。だからお店の人が言ってた通り、確かにねこのバイクにはこのハンドルでいいのかなと思います。こういう道で旋回するときも、まあ、バーハンドルだと比較的、コントロールしやすいですよね。 U ターンがしやすいってことは、まあ、転びにくいということですよね、立ちこけもしにくいと。こういう道をこうスタンディングでね膝で吸収しながら走ると、こういう時にもやっぱりバーハンドルの方がまあ運転はしやすいかなと、コントロールしやすいのかなという気はします。初心者が乗ってもベテランのライダーが乗ってもまあ同じ感想になると思うんですけど、とにかくコントロールはしやすいバイクです。で加速もねちゃんとひねってやりさえすれば、そこそこ出ますよ。0から60キロまでの、加速でね、一般道で例えば信号待ちでね一番先頭に立ったからといって、
あの流れをぶち切ってしまうようなね、そういう遅さではないです。トルクがどうかっていう話ですけど、例えば今2速に入ってるんですけど、2速発進が普通にできます。普通に2速発進はできましたね。で今3速に入ってます。この3速の状態から、エンストしないで3速発進がちゃんとできますから、だからこれでトルクがね薄いってこともまあないと思うんですよ。で今これ坂道です。じゃあ坂道発進がどうでしょう。まあ普通にできますね。でアクセルをちゃんとひねってやりさえすれば坂道も問題なく加速していきます。今の坂は割とまあ急坂っていう部類になると思うんですね。今これから下ってきますけど、これぐらいの角度ですから、この角度の坂を今の加速感で登っていきました。だから基本的にはね、これでまあ坂道であたふたすることもないし、一般道でまあ先頭でね、あの加速してって後ろの流れを阻害するっていうこともないです。じゃあなんで、試乗する人たちとかね、みんな遅い遅いっていう感想になるのかと。だから僕はその穏やかなキャラクターっていう、このバイクのキャラクターが穏やかっていうことと、速い遅いっていうことを乗ってる人がね履き違えてんじゃないかなと思います。もしね、このバイクで速く走りたいっていう人がいた場合、このバイクだから遅いっていうことはないよと、このレジェンド 150S だから遅いってことはないよということは伝えておきたくて、でこういう話をしています。決して僕がねこれに乗ってガンガン飛ばして走ろうっていうわけじゃないです。だとしたらステップダウンしてきた意味がないですからねとことこのんびり走りたいからステップダウンしたわけで、だからこのバイクで飛ばすということはまあないです。今ねまだ買ったばっかりでノーマルの状態なんですけど、ここからいろいろとねカスタムをしていく予定です。ただカスタムといってもね、別に走りをねグレードアップするためにカスタムをしようっていうんじゃなくて、単純にデザイン的なものですね、外観をちょっといろいろいじっていくよっていうだけのことなので、逆に今このノーマルの状態で乗ってるこの映像、これは貴重なものになりますね。もう明日にでもね早速いろいろなものを変えていきますので、まあと言いながらも早速このね携帯ホルダーはつけちゃってますけど、前はこのね袋タイプのやつつけてたんですけど、これにした理由はね、これがUSB の電源も兼ねてるんですよ。ここのとこについてるんですけど、だからゴテゴテいろいろつけなくて済むかなっていう理由でこれにしてます。割とねアマゾンの評価も良かったんで、まあ、これはこれで別途レポートはしたいと思います。というわけでこの GPX レジェンド 150S について僕なりにいろいろとね言ってみたわけなんですけど、これはあくまでも僕の感想ですけど、ちょっとね理想のバイクに出会ってしまったかもしれないと、そんな印象を受けましたね。僕の望み通りにキャブ車なのでそれなりにこう手間暇がかかると、そこも理想ですし、乗り味ね、この軽い感じの乗り味、やっぱり僕はねバイクにこういうことを求めてるんですよね。なんかそうですね、まあ、遠くに行くとかねそういうことも重要は重要なんですけど、まあ、一番はこうひらひら軽くねこういったところを走る、まあ、それがね一番僕にとっては重要なことなんですよ。峠で速いとかね高速で、飛ばせるとか、まあ、そんなことはねはっきり言ってどうでもいいんです。速さを求めるんだったら、まあ、もしくは快適さを求めるんだったらどうしたって車ってことになっちゃうわけで、それはねバイクではかなわないわけなんで、そこで勝負しようということじゃないんですよ。
僕が乗って気持ちよければそれでいいということですだからそういった諸々のことを考えて、まあ自分の乗り方っていうのが見えてきて、でそれに合ったバイクどんなのだろうっていうことを探ってきたときに、これがねピターッときたわけですね。こうだったらいいなっていう部分が今のところ僕がね考えていた部分と一致してるんですね、まあ今乗ってる段階でちょっとここはダメかなっていう部分はもちろんあるにはあるんですけど、まあそれもね細かいことですよ。どんなバイクでもね必ずここはちょっとなっていう部分はありますから。そういうわけで僕なりにこのレジェンド 150S を紹介してみました。これからね、まあこれから買う人いるのかなあの FI 車が出ちゃったからね、キャブ車の方はこれから買うっていう人は少ないとは思うんですけど、それでもねこれから例えば中古とかね、まあ新車でうまいこと在庫があれば、買おうかなと思ってる人の参考になれば幸いです。ではまた。I'm not afraid.